マッサージやるときって必ず霊で始まって霊で終わる、まあ、スポーツでも多分そうだと思うけど、必ず霊で始まり霊で終わるって思ってます。なのでお客様に対してやっぱ礼儀をしっかりやると、お客様も礼儀正しいお客さんになってホットストーンのオプションって150分以上で一応オプションになるんだけど、手を温めるために使ってください。もうあのね、使っちゃっていい。要は、なんて言うのかな。お客様に、ファーストタッチでインパクトを与えたい。自分冷え性じゃないからいらないって思うんじゃなくて、尋常じゃなく温かい人を作っちゃう。最初の印象って超大事だから、お客様に最初に触れる時に、この人手やばいぐらい温かいって思ってもらいたいから、ホットストーンを必ず出しておいて、お湯でさっき一回なじませた時に、その時に手に石を持ってなじました後にちょっと両手をこうやって持って温めていく。そうするとどうなるかというと、手はね尋常じゃなく温かくなるんですよ。でちょっとこうなじませながら全体的に石を使って手の表面温度を石ぐらい温めていく。でその後オイルを少し取って両手で倒して、ちょっとオイルを温めていきます。手の温度に、手の温度じゃない、石の温度にオイルをしていくので、ホットオイルはこれできちゃうんだよね。手の温度がすごい高くなるから、そうするとお客さんってめちゃくちゃびっくりするから、必ず温めていって、びっくりするぐらい熱くします。まあ熱ってはなんないんだけど、手の温度に合ってなるので、で、オイルを投入していきます。でその時に一言必ず言ってください。これ覚えておいてほしい、まあ、ポイントの一つなので必ずメモしてほしいんだけど、マッサージやるときって必ず礼で始まって礼で終わる、まあ、スポーツでも多分そうだと思うけど、必ず礼で始まり礼で終わるって思ってます。なのでお客様に対してやっぱ礼儀をしっかりやると、お客様も礼儀正しいお客さんになってくれるので、やっぱりあの安いサービスを提供するんではなく、しっかりとしたサービスを提供したいので、お客様に対しては必ず、それでは今から施術をさせていただきます。力加減強かったり弱かったら連絡をおっしゃってください。ではよろしくお願いしますっていう言い方、まあ、よろしくお願いしますっていうのと、力加減っていうのをいつでも言ってくださいねっていう2点を最初に言う、聞きたいってこと、例で始まるっていうので、まずはよろしくお願いしますが言いたいと、力加減強かったり弱かったら遠慮なく言ってください。これはさっきの落とすと、あのお部屋の温度を切るときと一緒だよね。力加減全然足りなかったんですけどって、後で口コミに書かれちゃう可能性があるよね。足りませんでしたとか、逆に強すぎまして痛かったです。でも最初にこれ言っておけば、力加減強かったり弱かったら遠慮なく言ってくださいねって言っておけば書かれないし、言ってくださいってなるし、まあ、あとは聞くポイントもあるので、一回ね実際には聞くんだけど、最初に言っておくとより丁寧です。なのでそれでは、ご覧ながら説明させていただきます。力加減強かったり弱かったりしましたら遠慮なくおっしゃってください。それではよろしくお願いします。そしてオイルをベフルラージで落としていくっていう流れです。最初にその2点、力加減とレイっていうのが必要です。じゃあオイルを手に出しませて、石を使ってちょっとドーピングみたいなもんでね、手をめちゃくちゃ勝手に熱くなってるような感じがさせるっていうか、まあ印象だよね。相手がどう思うか、手がめっちゃ高い方、お客さんはこの人本当に手当たって気持ちいいって、もう温かいだけだよね。温かいこれ気持ちいいんだから、それだけで。で、手で温めて、で、ベフルラージするときに、手で温めたときに、かかとにね、ちょっとポンと乗せて、もう今からやるよって、いきなりスッポンって乗せて、それでは力加減強かったり弱かったり、おっしゃってください。それではどうぞよろしくお願いいたします。で、オイルを。YouTube をご視聴いただき、誠にありがとうございます。このチャンネルでは、愛されるセラピストになるための方法や、指名される方法、日々のセルフケアなど、様々な情報をアップしております。ぜひ、少しでも役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタンなど、ご協力いただければ嬉しいです。これからも、どんどん良い情報を発信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。